ちょっとじゃあ歩いていただいていいですか？ごめんなさい。こっちまで。もう歩くと痛い。そう、ここをつくと痛いから。かかと？かかとでも内側外側あります？痛いの。ここだけ。あ、全体的に？で、こっち力入れて、こっちはこう、なんかちょっとこう、こんなほ感じ。うほう。こんな感じで歩いてる。朝と夕方だとどっちの方が痛い感じしまやっす？ぱり疲れて夕方。夕方の方が痛い。朝一じゃなくて。朝も痛いけどね。ああ、でも夕方の方が痛い。疲れてくると。なでもるほ朝もど。こんな感じ、硬い。どの、ついた時に痛い、蹴り出しっていうか、つまこれ先が痛い。が、ああ、この体重かかるじゃん、どうしたって、こ左れ。足に乗った時に痛いってこだとでからすかね。けないように歩いてる。なるほど。なんとなくこっちにこう。はい。了解です。それでも横向き苦手なんですよね。とにかくやっていきます。ちょっで、と。こっちはサポーターもしてるし、痛いから。え、あれ？両方痛いの？こっち。ああ。左足。この前こっちが痛かったんだけど、治ったんだよ、楽になったんだけど。はあ。そこそこ。痛い。こっちは？ここは？ちょっと痛い。ちょっと痛い。こう、横の方が痛いそうそう。ですね。了解です。これ面白そうじゃないですあ、か？ここ。あれ、こっち膝は痛いのこっちでしたっけ？こっちですよね。はい。よいしょ。ちょっと歩いて。全然さっきと違う。つけるし。つける。いけそうっす同ね。じように。いいかさっな。きはこっちに重心でかけて、これはなるべく空っぽみたいしたけど、痛いことは痛いけど、全然つけないわけじゃない。ちょい。かな。じゃあ、違う違う。やった、痛い。こっち頭で上向きで折ります。よいしょ。触るとやっぱ痛い。自分のつま先にあら、閉じちゃった。バイバイ。じゃあこっちも分かるかな。この耳を内ひねり、外ひねり。左をあっちから内ひねり、外ひねり。外どっちが行きやすいの分かります？ですか？外、内やりやすいの。どっちが近い？こっち。右、そうそうそう。こっちの方がね、左の方、開きやすいんですよ、今。ここに、ほら、引っかかる。なんで、こっちの方が開きやすくて、こっちは閉じちゃってる状態です。だから、ちょっと、こういう癖がついてるんで、足がね、硬いが、ねじれがこっちの方が強く出ちゃって、
これ戻せなくなってるんです。そうすると何が言いたかというと、外でばっかりつくんで足がちょっとどうしてもこうねじれ大きくなって、かかとのポテンション、プラミの硬さが、ね、出てきてです、ね、ちょっとこう、まあ、その原因がちょっとね、その看病というか付き添いなのか、そのバスなのかはちょっとわかんないですけど、歩いてもらっていいですか。はい、楽、オッケー、ああ、はい、楽、オッケーです。腕をついてるありがとうございます。まあ、ちょっと気をつけないとまたねじりやすいんで、その辺は。だから